これね、今年大きくね、アマモ育てようということで、大きな水槽でね、今育ててます。それで周りを全部囲って、非常にね、この間雪の降るようなね、寒い時でも10度下らないです。これいいですね。これがポリカーボネートの、アマモの発芽にはね、あまり直射日光じゃなくて、やや暗い方がいいので、ポリカーボネート、少しね、薄暗い程度です。これね、今年、瓶の中でね、栽培してます。ね、綺麗に出てます。はい、こんな感じです。